ただいまご紹介いただきました上越医療局経営学科の経理学科経理学科の阿部と杉原でございます。まあ、局長のところもご説明ありましたが、マニアックで課題のようで、お手元の YG との歴史なども書いてなんですが、内容的には価値が別でございます。画像と面白いものを見せているわけではございません。言葉で説明するようになってしまいますが、しばらくの間お付き合いいただきます。今日の概要でございます。経営管理科で今回は2つの経理係と企画係と経理係となります。経理係は上水道等もありました。昨年の場では同業
団となって改善に邁進したということでございます。で、今回は複数の改善を、それぞれ担当があったので、ちょっと見づらいんですが、左側がすいませんね、右側がタスクシート、それぞれの、区分によって、どういった状況であるかを、一目で分かるようにしたシートでございます。で、その右側で、スケジュールの方で細かく、進捗の方を管理しているような形でございます。で、こちらがその対戦での主な成果品になります。で、こちら、実際の事務担当していただきました四季春の方が管理係の新原です。次は我々が作成しました改善の主な関係事項をご紹介します。まず金融機関、金融機関用マニュアル、あと選挙事務マニュアルなどを作成し、事務の措置を発表といたしました。なお不動仕立てにつきましては14の金融機関の今言った、成果品等がある中で、いきなりですが改善の効果でございます。こちらも4点、先ほどの疑問点、解決内容として効果の方を実施してございます。4会計、一元管理をすることによりまして、資金管理事務の効率化が図られたということでございます。こちらも特に資料等はないんですが、Excel で管理システムの方を再構築いたしまして、従来通り水道管と1名で対応できるような形となっております。2番目、一元管理により運用できる資金が増えましたので、大口定期預金の運用に加えまして、支払い準備金の調整預金による自動的な運用を開始したところでございます。今年度は、比率が低いところがあります。最低6万円くらい運用の増を確保しております。3番目、データの連想がこちらのファームバックと呼ばれるものがございますが、こちらの方に入りましてセキュリティの確保率となっております。4番目、マニュアル作成による水道事務の表示、こちらの先ほどご説明しましたマニュアル作成したことによりまして、こちらの支払い年表の審査担当を単に1名増の人間で対応できたような形でございます。最大の効果ですが、最低限の人員増で、なんとか今のところ対応できているところかなということでございます。で、事務時間の削減なんですが、想定では約200時間あるんですが、年表の件数の増加もありますので、事務総務を総裁されている形かなということでございます。で、今回の改善を振り返りまして、3点ほど、気づいたところがあります。きっかけがまず何であれ、改善の機会を伸ばさず、こういった組織統合のような大きな、機会があれば大胆な改善が可能ではないでしょうか。2番目としましては、業務のやり方を内から伺っていると、実際に、前例途中でやっていることが実は、ただやり方ではないかなというところも、気づけたところが良かったかと思います。最後に、やはり同業他社、こちらが、改善の分野のところではないかなと思います。果てして何が悪いのかの一人なので、何するのが、改善につながるのではないかと。管理の発表が以上です。先生、ありがとうございます。